爽やかな笑顔と流暢に話す英語が印象的だった西田ひかるさん。ドラマやさまざまなテレビ番組に出演され活躍されていましたよね。しかしいつからかテレビでお見かけすることが少なくなってきました。最近はどうされているのでしょうか。今回は西田さんの現在について調べてみました。西田ひかるプロフィール。生年月日1972年8月16日生まれ、49歳。出生地神奈川県川崎市。血液型 A 型。アメリカンスクールインジャパンを経て1994年9月上智大学比較文学部を卒業。一人っ子の西田ひかるさんは1973年から13歳まではお父様の仕事の関係でアメリカのロサンゼルスに住んでいました。ロサンゼルスではダンス教室に通っており、放課後はいつも踊っている日々だったそうです。日本へ帰国すると公立中学には行かず、調布のアメリカンスクールに進学し、今度はチアリーディングチームに入団して青春時代を過ごしたということです。趣味は刺繍、乗馬、ゴルフ、スキューダイビングなど多趣味な方です。芸能界デビュー。アメリカ合衆国で育った帰国子女である西田さんは、高校在学中日本エアシステムのキャンペーンガールに選ばれたことを機に芸能界へ参入しました。88コーラルアイランドキャンペーンで CM に初出演。キャッチコピーは海は山ほど面白い。西田さんはくびれたウエストや当時流行っていたハイレグ水着がとても似合ったこともあって、一躍人気者となりました。さらに続いてポニーキャニオンからアイドル歌手としてデビューを果たし人気を博しました。人気者の西田さんは CM や撮影、テレビ番組に引っ張りだこ。そんな中でも勉強との両立はしており、アメリカンスクール卒業後は上智大学へ進学しました。大学在学中の1991年、西田さんは24時間テレビのチャリティーパーソナリティを務め、また自らも出演したデパート夏物語の主題歌シングル「ときめいて」がヒットして、第42回 NHK 紅白歌合戦への出場を果たし、歌手としても一定の成果を見せました。1998年2月長野冬季オリンピックでピースアピールの長野オリンピックアンバサダーとして活躍。2001年、かねてより噂があった3歳年上の貿易会社富士電機産業副社長海老重樹氏との婚約を発表し、翌年5月に結婚しました。現在旦那様は代表取締役社長となられています。2006年にカリフォルニアで第一子、2009年には第二子を出産しており、プライベートが多忙であったことも表舞台への露出が減った一因であるのかもしれません。旦那様とはクラシックカーレースに参加したこともあり、共通に趣味があることは素敵ですね。子供さんに野菜を食べさせたい思いから2008年、ベジタブル&フルーツマイスター野菜ソムリエの資格を取得。食育をテーマにトークショーに出演しました。2006年より兵庫県西宮市在住。2011年8月から2013年3月末まで西宮市の観光大使を務めていました。現在は2020年に人生歌がある乃木坂スター誕生に出演。2021年には NHK バラエティ生活笑百科などに出演しています。2020年9月、西田さんは近況を知りたいファンの要望に応えるかのようにインスタグラムを開設しました。西田さんの美貌は全盛期と変わらず多くの注目を集め話題となりました。ファンからはさらに歌って踊る姿やセレブな暮らしが見たいとの要望が集まっており、
インスタのフォロワーはうなぎ登りです。西田さんの公式サイト、Facebook、ブログ、Instagram で確認することができます。若い頃からいろいろ変わりましたが、唯一美貌だけが変わらないのはもはや西田さんの持って生まれたものでしょう。49歳にして美魔女という新たなジャンルを切り開いた西田さんには、これからも注目が集まることでしょうね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。